はい、吉田さんそして動画をご覧の皆様2034フェスの LINE グループができましたすでにね、登録開始してですね10名ほどの方がもう入ってくださってるんですけどもまずはですね宝塚北サービスエリア あ7月22日の15時からなんですけども、15時あたりからね、ここに集まっていただくんですけども、まあサービスエリアなんで、足がないといけないよって方もいらっしゃると思うんですよ。そういう方は、この LINE グループに入っていただいて、LINE グループに入場する制限っていうのは特にありませんから、車が好きな方だったらね、別に誰でもいいと思うんですよ。で、そこに入っていただいて、乗り合いを希望される方と、あの、私の車に乗りませんかって方がいらっしゃいますので、どっかでね、集まって、乗り合わせてサービスエリアの方に、 行っていいいいいただければいいんじゃないかなかと思いますそしてこの2034フェス第1回目なんですけども特にやることはありませんのでまあデジカメとかスマホのカメラでですね、えー、車に乗ったところを写真撮っていただいたりとかすればいいんじゃないかなと思いますよねまあそこで仲良くなるかもしくはまあ多分最初はね速下塾の塾生さんが主だと思いますんでまあ久しぶりみたいな感じでやっていただいてでまあなんせ当日は暑いと思いますんでね えまあ日傘を持っていただくなり帽子をかぶっていただくなりしてでまあ適度にねえ車慣れていただいたらまたあの屋根の下に行ってそのサービスエリアのグルメを楽しむということもねしていこうかと思いますまあなんかね大人の夏休みみたいな感じですえー、なんかキャンプとかね海水浴とかあんな感じであんなノリでね来ていただければと思いますで私のナイト2 0 0 0は何を隠そうですねもうご存知の方もいると思いますけどもあんまり長い間ねエンジンつけっぱなしにするとオーバーヒートしちゃうんですよ 昔の車ですから。まあですんで、ちょっとやったらまた休んで、ちょっとやったらまた休んでみたいなことになるかもしれません。まあその点ね、吉田さんの R34 は、あそんな私みたいなね、古めかしい車ではないと思いますんで、えー、しっかりとパフォーマンス確認できるんじゃないかなと思います。 で本当にね、いろんなところを触ったりとか、私のな0 0線でしたら、あの自動音声会話ユニットとか使っていただきたいかなと思いますんで、ちょっとね、私も慣れていかないといけないんですよ。あれね、やっぱり声を拾っていただくための声のトーンとかスピードがありますんで、割と難しいです。まあ、ですんで、きちんとお話したことが返事返ってくるかどうかっていうのはわからないんでね。まあ、その辺もね、 ナイト2000の良さかなと思います。で、あの吉田さんが検索したように、このナイト2000で情報発信されてる方って、まあ何名かいらっしゃるんですよ。車のメーカーさんですとかね、それからナイトライダーの TV とか作ってらっしゃって、45話までやってらっしゃる方とかね、いると思います。でも、あんまりね、いないです。うん、だからそれは、あのやってもあんまり再生数が上がらないっていうことだったりとか、もう忘れられた文化であるっていうことでもあると思うんですよね。うん、確かにね、 憧れは一つあるんですけどもブルーレイが発売されてもう何年にもなりますし続編が作られるって言っても全然作られてないですしねまあ一部のマニアックなファンがやってるだけかなと思いますでもここでね私が訴えかけたいことっていうのは何かっていうと別にこの車じゃなくてもいいんですよ自分の好きな世界を自分が歩いていくってそういう人生こそ、うん、ものすごくいい時間の過ごし方なんじゃないかなと思います釣りが好きな方は釣りをもう心置きなくまでするとかね で野球が好きな方は野球の、まあ、観戦に行ったりとか野球の仲間に出会うみたいなね、まあ、そこにはですね同じ趣味を持った仲間しかいないと思うんですようんだから自分が何かのねアクションをしていて他の人もアクションしてるから寝踏みするとかね向こうはなんか邪道だとかっていうふうにね攻撃するんではなくてみんな同じものが好きなあ仲間表現の方法は違って自分のやりたいこととは違うことをやってるかもしれませんけどもそれも一つのね ファンの形だと思いますしもともとですねクリエイトした人がいてその人に集まるってことだと思うんですよまだからね悲しいのはあの他の情報発信者を自分の判断と自分の視点で批判していくってことなのかなと思いますまあ即化塾に参加されてる方はそういう精神はねもうほとんどないと思いますんで安心してますけども自分の好きなこと好きなだけやっていくそして自分の好きなことをやってる人が好きになる そんんなな自分ででいいたいなと思うんですよあああなたは何々が好きなんだねって一生懸命やってるねってすごいなそういう姿は本当にいいなと思うよと。 自分の趣味とは違うけれども、異なった趣味に共感するみたいなことはね、そういう精神は持てると思うんですよ。ましてやですね、同じ趣味を持った人に共感するっていうのはもっと簡単だと思いますので、えー、ぜひね、えー、この2034フェスを通じて、えー、人の関心ごとに関心を持つみたいなね、そんなマインドを培ってみてはいかがでしょうかということでございました。本当に多くの人からたくさんのことを学べると思いますし、そういう人生でありたいなと思います。間違ってもですね、 えー、見るものを、見ることなすことを否定する、批判する、自分なりの視点で、なんかこう評価するみたいなね、そんなね、あの、偉そうな評論家になってる暇はないと思うんですよ。うん。まあそんな、そんなね、一日を過ごしたいなと思います。今日もよろしくお願いします。それでは吉谷さんも2034フェスの LINE、えー、ぜひね、登録してください。えっ、ー、と、私の方にメールで、 メールでもね、フェイスブックでもいいんですけども、お名前とお電話番号と LINEID を送っていただければ、手続きししますよろしくお願いします。